はい、どうも皆さんこんばんは、モーシンです。今日もですね、仮想通貨のビットコイン、イーサリアム、XRP、BIT、アトム、ニア、今日6通貨見ていきたいと思います。今日が2022年の9月の1日、木曜日ですね。今が19時25分を回ったところです。今日から9月ということで、2022年も残り9、10、12、4ヶ月となりましたね。めちゃくちゃ早いなと思うんですが、ここからしっかりね、ラストスパートして2023年につなげられるように頑張っていこうと思っています。直近ね、いろんな取り組みまた皆さんにね、公開できると思いますので、ぜひ、楽しみにしていただければと思います。今日の仮想通貨市場ですけど、上値が重たい展開ずっと続いております。ビットコインも2万ドル割ってますね。はい、明日にですね、アメリカの雇用統計が控えております。で、今日に関してはその雇用統計でどんな数字が出て、どういう風に市場に受け止められる可能性があるのか、その後の、まあ、仮想通貨市場の値動き含めてですね、見ていきたいのと、あとついにですね、高級ブランドエルメスが、NFT 仮想通貨市場に参入してくるという話題も出ています。これも速報でね、お伝えしていきたいと思います。このチャンネルでは、まあ、海外のニュースをいち早くお届けするっていうことと、テクニカル分析ですね、特にテクニカルに関しては毎日見ていただければスキルアップにつながりますので、ぜひポチッとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは今日の仮想通貨市場の動向を見ていきたいと思います。はい、今日の仮想通貨市場、ビットコイン、イーサー、それぞれ 1% ダウン。その他のアルトコインもほとんど下がってますね。2%、3% っていうぐらい下がっているというふうな状況です。今仮想通貨市場は、その雇用統計を控えてですね、なかなか積極的なポジション取れないっていうふうな状況続いているんですが、この状況に関しては世界の株式市場も同様の状況ですね。日経平均に関しては今日 27,661円ということで 1.53% ダウン、結構下がりましたね。その他アジア市場に関しても軒並み下がっていますし、今の欧州市場も 1% を超える下落となっています。まあ、月末月初だったっていうこともあってですね、ポジションを調整する動きも見られているとは思いますが、その中で明日に控えた雇用統計を前に、ちょっと一旦ですね、リスク回避ムードになっているっていうのが今の現状なんじゃないかなと思います。今日の日経新聞さん見ていくと、まあ、今日の終値に関しては、約1ヶ月ぶりの安値となったということですね。アメリカの金融引き締めや欧米の高インフレなどで、海外景気の悪化が懸念されているということが言われています。欧州に関しても、インフレ率がですね、過去最高の 9% を超えるような状況となっていますので、ここからね、積極的な引き締め、世界的にですね、まあ、そういう風なムードになってくるんじゃないかという風な警戒感もあるということが言われています。はい、経済指標なんですけど、今日に関しては ISM の非製造業景況指数が発表されます。まあ、これに関しては今の経済の状況、まあ、これもね、おそらくいい感じの数値が出て、これ50を超えてれば一応ね、いいということ、好景気っていう風な扱いなんですけど、まあ、経済のですね、今堅調さが、ちゃんと見えてきて、で、一方で明日ですね、21時半から、8月の、雇用統計と、あとは失業率とか平均時給なんかも発表されてきます。これも予想的に見ると結構堅調な値がですね、出るんじゃないかっていう風に言われています。一応昨日ですね、ADP の雇用統計が発表されました。これちょっと僕昨日の動画でね、もしかしたら日にち間違ってたような気がします。本当に申し訳ございません。一応ですね、昨日の ADP 雇用統計に関してはあまり動きがなかったですね。で、というのも ADP 雇用統計のその算出方法がですね、結構変わったそうなんですね。なので、まあ前月比と単純比較ができないっていうところもあって、あまり市場へは影響はなかったということが言われています。はい、そんな中、明日の雇用統計どんな数字が予想されているのかっていうのがロイターさんの記事でですね、報じられています。8月の雇用統計では非農業部門、雇用者数、まあ、いわゆる雇用統計ですね、これが30万人程度増加すると予想されているようです。なので、引き続きこの労働需要もね、強い状況が続いているっていうことで、まあ、金融引き締め政策、利上げですね、利上げを積極的にやってきやすい環境になるんじゃないかと、なので9月の開催予定の FOMC でも 0.75% の利上げをですね、決定される可能性が高いっていう風な懸念につながるんじゃないかっていうことも、この中で言われています。なので、このままいくと予想通り、もしくは予想を上回るってなれば、市場は下がる方向だし、予想をですね、かなり下回るとかっていう風になった場合は、ちょっと一旦ですね、反発するかもしれないけれども、基本的にはやっぱりですね、金融引き締めはまだまだ続いていくっていう風な警戒感の中で、一時的な反発にとどまると、まあ、そういう風な予想をですね、個人的にはしています。はい、じゃあここから仮想通貨関連のニュース見ていきたいと思います。まずクリプトタイムスのニュースですけれども、エルメスがですね、暗号資産 NFT で商標出願をしました。関連事業を展開していくんじゃないかってことが言われています。どんな出願をしたか見ていきたいと思うんですが、暗号通貨や NFT の取引、表示、保存、管理のためのコンピューターソフトウェア、それから NFT などを特徴とするダウンロード可能なコンピューターゲームソフトウェアと、まあ、こういった記載で、出願されているということらしいですね。直近ではビトン、それからティファニー、グッチ、ドルチェ&ガッバーナ、バーバリー、こういったですね、ハイブランドがどんどんと NFT の関連事業をですね、展開していくっていうことになっておりまして、特に直近ではティファニーがですね、クリプトパンクスホルダー向けの NFT を30イーサ、超高額ですよね、30イーサで販売して
して250個限定だったんですけど、開始20分で完売したということもありました。まあ、こういったハイブランドがどんどんね成功しているということを背景に、エルメスに関しても今後、本格参入する可能性があるんじゃないかということが言われています。海外のニュース見ていくと、特にエルメスに関してはこの NFT とですね、かなり相性がいいんじゃないかみたいなことも言われています。例えばエルメスのバーキンですね、皆さんご存知だと思いますけども、1981年の生産開始以来 S&P500 と金の価格の両方を上回っていると、まあ価値がもうどんどん上がっているということですよね。今年1月にはバーキンを模倣した NFT シリーズ、メタバーキンズっていうのをですね、公開したメイソン・ロスチャイルド、ここに対して商標権侵害などを理由に、提訴しているというふうな動きはありました。ただ今のところエルメスに関しては NFT をまだね発行したりとかっていう実績はありませんので、まあ、どんな商品を提供していくのか、特に今回の出願に対しては暗号通貨の取引なんかも入っていますので、非常に注目が集まるんじゃないかなと思いますし、まあエルメスに関してはですね、世界の富豪たちがですね愛用しているブランドになりますので、まあそことクリプトとのですね親和性も結構高いんじゃないかなと思います。今後の動向しっかりキャッチしていきたいというふうに思っています。それからもう一つ海外のニュース紹介していきたいと思うんですが、去年の11月6万5000ドルのピークをつけましたけれども、そこから大底を叩くまでにどれぐらいの期間を要するかっていうのをですね調べたニュースが出ているんですね。である著名な暗号アナリストの方のですねツイートを見ていくと、歴史的にですねビットコインの弱気相場っていうのは前回の強気相場のピークから365日後に底をつける傾向があるっていうことを主張したということなんですね。これ本当なのかちょっとチャートで見ていきたいと思うんですが、これビットコインの月足チャートです。2013年の11月にピークをつけました。そこから大底になるまで、まあ、365日なので約1年と考えると、2014年の11月頃にピークをつけると、ちょっとこれは微妙かな、もうちょっと下がってますけれども、まあ、ほぼそこぐらいまで落ちているということはわかるかな。そこから回復していったということですね。その次のピークといえば2017年ですね。2017年の12月にピークをつけました。そこから大底をつけたのが2018年の12月、ここはおおむね365日ですね、約1年間で底をつけたと、そこから上がっていったというふうな実績ですよね。そこから考えると、ここですね、ピークをつけたのが去年の11月ですね、2021年の11月にピークをつけました。今がですね9月ですので、まあそろそろこう底値というかね、大底をつける時期になってきたんじゃないかってことがここで言われています。確かに過去の2回見ると、おおむね1年ぐらいでですね大底をつけて、そこからまあ戻り始めるっていうふうな動きをですね見せているということですね。なのでまあこれもちょっとねアノマリー的な話ですよね。なぜかわからないけどそうなっているっていう風な感じなので、ただし歴史は繰り返すっていうこともありますので、まあ大体こう1年ぐらいで底をつける、まあそのあたりからちょこちょことですね買っていくっていうのは、まあ一つの戦略としてはですねありなんじゃないかなっていう風に個人的には思います。ただこれと冬の相場っていうのはまた別ですよね。はい、過去もまあ大底をつけたのは約1年後ですけれども、そこからやっぱり上がっていくまでにかなりの時間を要してます。なのでこのあたりのね表現の仕方っていうのは分けて捉えておかないといけないかなという風に思います。はい、でアノマリー的な話が出たので、今日、まあ、9月になったということで、過去のですねビットコインの月のですね利益率、これちょっと見ていきたいと思うんですが、9月に関してですね、これ2013年からのデータなんですが、9月でプラスをつけた年っていうのは過去を見ていくと2年しかないんですね。この2015年 2%、 2016年 6%、 もうこれも誤差ぐらいの、まあ、利益率なんですけど、それ以外見てもですね全部マイナスパーセントなんですね。でこれ1年通してみても、これほど悪い月っていうのは9月以外ありません。9月は最も悪いですね。一方10月に関しては、軒並みですねプラスパーセントなんですよね。で他の月見てもやはり10月のこの伸び率っていうのは一番いいという感じなんですね。まあなので月ごとに見ると9月ガクッと落ちて10月回復するっていう風な構図になるわけですけれども、まあこれも一つのアノマリーとしてね抑えておくのもありなんじゃないかなと思ったりはします。で一つ抑えておきたいのは、9月ですね、確かにマイナスパーセントがずっとこう並んでいるんですけど、めちゃくちゃこう大暴落みたいな時っていうのは、まあこの2014年は 20% ぐらい落ちてますけど、それが4%、5%、まあ 13% ですね、 7% とか、このぐらいで収まっているということですね。だからまあ今から 10% 例えば下落したとしたら、だいたい2万ドルの 10% なので、2000ドル下がったら1万7000ドルとかなので、まあ9月中に1万7600ぐらいまで下がるっていう可能性は頭にイメージしておく必要はあるんじゃないかなというふうに思います。はい、じゃあ最後、今のですね板の状況、ビットコインのオーダーデプスですね見ていきたいと思うんですが、今売り板買い板かなり拮抗しています。で両者結構大きなボリュームになっていますね。いつものように、まあ価格
格帯別で見ると売り板に関しては2万1000ドル付近が厚くなってますし、2万700に関してはその他のポイントよりもやっぱり厚くなっているということがよくわかるかなと思います。一方買い板に関しては19,500ドル、それから下が19,200ぐらいまではかなり厚く入っているっていう風な状況です。この辺を抑えて今日の相場分析入っていきたいと思います。はい、じゃあまずはビットコインの日足から見ていきたいと思います。今のビットコインが2万ドルちょうどぐらいのところですね。少し反発したかなっていう状況ですけれども、なかなか上げきれないという状況が続いています。今まあ日足レベルで見た時の環境認識としてはもう毎日売っていますけれども、この辺の移動平均線たちがデッドクロスして上から下にこう垂れ下がってくるような環境ですので、なかなか上に行こうとしても重たいっていう風な状況はしっかり認識しておくべきなんじゃないかなと思います。4時間足でねちょっと短期的なところを見ていきたいと思うんですが、こんな感じですね。まあ、直近三角持ち合いっていうことを言っていましたけれども、これも下に抜けられました。でもそんなに下げなかったということで、ちょっとまあ三角持ち合いとかそういうところはですねあまり意識されていないっていうのが今の現状なんじゃないかなと思います。まあ、本当に直近では上行って下行って上行って下行ってということで方向感全く出ないという風な状況ですので、19,500 に関してはここの安値ですね、これを割られたらガクッと下がる可能性あるし、上に関しては20,700っていうのはここですね、以前のこの安値付近ということで、ここがまあ相変わらず意識されてるなっていうのが印象的な状況ですね。はい、その中4時間足ではやはりですね RSI が50を下回った状況で動いています。非常に弱気ということはですね今の状況明らかなんじゃないかなと思います。で今後どうなるかに関してはもう正直これは読めないですね。まあ、ただ今のこの金融引き締めのですね警戒感とか雇用統計がまあ強くね出てくる可能性があるっていうことを考えると、やはり上にはですね行きにくい環境であることは言えるんじゃないかなと思います。ただこの1万9000台のね、安値に関しては結構硬いんですよね。なので直近安値を割られてしまったらもちろん次がですね1万8700なのでここまで行くと思います。ここで守ったとしてもやはり上にはなかなか難しいんじゃないかなっていうふうに個人的には思っています。雇用統計が終わってもですね、CPI が発表されたりとか、もちろん9月の FOMC なんかもありますし、まあいろんなですねこう重要なイベントがですね9月に関しては控えてますので、まあそれを受けてなかなか積極的に上げていくっていう環境にはまあ雇用統計が良かったとしてもねならないんじゃないかなっていうふうに個人的には見ております。短期的なここのですね上下の中でここの値幅を取るっていう風なトレードはできるかもしれませんが、本格的に2万700を突破して、で日足レベルにおいてもこの 20MA なんかをですねブレイクしていって逆三尊を作って、まあ2万2000ぐらいまで上がってみたいな可能性は僕は結構ですね今のところ低いんじゃないかなっていう風に見ております。はい、で DXY に関しても4時間足レベルではこう高止まりしているような状況ですね。ここを1本抜ければまた一気にですね急進していくような警戒感もあるようなチャート形状ですよね。ここも引き続きビットコインと逆相関という意味でしっかり見ていかないといけないかなというふうに思っています。それからナスダックに関してもずっと下がってきてますね。4時間足レベルでは全ての移動平均線を抜けるぐらい下がってきています。一応ここの下のところに1万2000のところが結構重要なですねサポートラインとして機能してくることが予想されるんですけれども、これ抜けてしまうと一気にまた暴落、2番底っていう風な意識もですね強まってくると思いますので、この辺がねナスダックに関しては警戒感強まるポイントじゃないかなと思っています。はい、一方イーサに関して直近ですね回復しましたけれども、昨日の足がですねかなり上髭をつけたようなローソク足で確定してしまいました。一応 100MA は今上抜けているんですけれども、まあここのですね1590の水平ラインのところをですねこの辺り一体としてかなり抵抗されているという風な状況です。この辺見ていくと三尊というよりはなんかこうこういう感じですよね。はい、なのでここの水平ラインはかなり意識が強まってくるのはおそらく間違いなくて1430付近ですよね。はい、なのでまあここ1590ですね抜けられなければまあこの辺まで下がってきて、これもまあ抜けられてしまうっていう風な警戒感は持っておかないといけない相場じゃないかなと思っています。でまあ仮にこの1590を雇用統計後に抜けたとしても1730のここの水平線もあります。この辺をどんどんねぶち抜いてくればもちろん、転換のですね可能性出てくるんですけど、そこまでの強さなかなか厳しいんじゃないかなっていうふうに今のところは思っています。それから XRP、これもずっと言ってましたね。移動平均線を密集を下抜けてるということで上値は相当重たいという中でじりじり下げてきてますね。今が32セント。これはもう30セントぐらいまでね一旦試す可能性非常に高いんじゃないかなと思います。過去は何回も 30セントのところですね守って反発しているんですけど、今回は訳が違うということで移動平均線密集している、それが上から垂れ下がってくるような状況の中で30セントを試すということであれば、それを下抜ける可能性もしっかり考えておかないといけないという感じかなと思っています。一方強く、まだですね動いてきているのがこの BIT ですね。 BIT に関しては、この移動平均線密集を上抜けてから勢いが強まっているという風な状況です。出来高も上がってきてますし、 MACD もゴールデンクロスしているし、 RSI も50を回復しているということで、強気ムード、示唆されているという状況ですね。まずは今ですね5日移動平均線ちょっとこれ
これ見えにくいんですけど、この緑のラインですね、だいたい直近の動きでも5日移動平均線にレジスタンされて、5日移動平均線を抜けたところから転換してっていう風な動きがですね続いていますので、この辺をですね、次のこの一旦の調整ムードを察知する一つの指標として見ていく方がいいんじゃないかなと思います。まあ、ここまで強い動きになりましたので 20MA なんかがですね今後上向いてきて、そこにサポートされながら上昇していくということであれば、次80セントくらいまではですね上昇していく可能性は見えているんじゃないかなと思っています。アトムに関してはまだですねここの水平ライン12ドルのところが抜け切れていませんが、ここに関しては下移動平均線たちのサポートを受けていますので、まあ抜けてもおかしくない状況が引き続き続いているんじゃないかなと思います。これ抜ければ次が15ドル付近ですね、このあたりが目指される相場になるということで、もちろん雇用統計のことはですね度外視して見ていますけれども、まずはこの12ドル、まあ抜ければですね短期的に上昇する可能性全然あるんじゃないかなと思いますし、15ドルまで上がれば相当この大きな目線で見たところの相場転換ですね、これも視野に入るっていう風になるんじゃないかなと思います。じゃあ最後ニアプロトコルですね、ニアに関しては直近でコインベースにですね上場されるっていう報道もありましたが、まあそんなに大きな値動きにはなっていないですね。ただしそこを打って安値をちゃんとこう切り上げながら移動平均線が完全に密集したポイントを、まあ、抜けるかどうかっていう風なところまで上がってきてますね。出来高はまあめちゃくちゃ上がってるわけではないですが、ある程度まあ高いところで維持していますし、MACD はゴールデンクロス、RSI は50を回復するかどうか、まあ、これ本当にまさにこの移動平均線密集をですね抜けるかどうかということですよね。水平線としても意識されていて、この 4.4 ドルのところですね、このあたり抵抗されていたライン、これを抜けてから一気に上がったっていう相場も過去ありますけれども、まあ、このあたりですね抜けるかどうか、これは非常に重要で、抜ければ一時的にですね6ドルぐらいまで急反発する可能性もあるので、この辺はね短期的な目線含めて、しっかり意識しておきたいところかなと思います。はい、ということで今日はですね6通貨見ていきました。やはりまあ雇用統計を前になかなか動けないという風な状況が続いています。で、雇用統計が強い値が出て、で金融引き締めをもっとやってこれるような環境になる可能性があるっていうことは、徐々にですね今価格に織り込まれつつあるんじゃないかなという風に思っています。なので雇用統計が予想通りだとそれほど大きな影響にならない可能性もあるのかなと思ったりはするんですが、いずれにしろ中長期的に見たときにその金融引き締めは重くのしかかっているっていうところはですねずっとまだ続いていくと思いますので、まあ、短期的な反発に惑わされないようにここはしっかりね冷静に見ていかないといけないかなと思っています。ということで今日の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。